一緒に生活する家族の人数がこれからもっと少なくなりそうです。国の研究所は、日本で家族の人数がどう変わるのか調べました。その結果、2040年には半分以上の県などで一緒に生活する家族の平均の人数が2人より少なくなりそうです。一人で生活する人は65歳以上の割合が増えていきます。このような人たちの生活や安全をどうやって守っていくのかが大きな問題になります。